増税メガネが日朝会談を計画していると発表する中、日本の次期戦闘機開発が加速している。戦闘機輸出で公明党との課題が出てきているとの情報をキャッチしました。今回は次期戦闘機開発で輸出開始かを詳しく見ていきます。日本の技術力は世界屈指、潜水艦や巡航ミサイルまでも輸出可能になるような気がする。三菱や川崎が軍事装備に力を入れ出した。なんといっても建造能力が悪魔的ですよね。もが味方や巡視船驚異的です。2023年12月中旬、日本とイギリスとイタリアの3カ国での共同開発を実施することが確定している GCAP グローバルコンバットエアプログラムについて新たに公的な動きが報じられ注目を集めた。今回 GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける公的な動きとして報じられたのは、参加する日本、イギリス、イタリアの3カ国で、その推進を主導する組織 GIGO、JIGO の創設に関してである。GIGO、JIGO を創設するにあたって、日本の防衛省、イギリスの国防省、イタリアの国防省の3名が、日本の首都、東京に集い、3カ国による国際条約の締結を行ったことが明かされ、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの加速が予期される。日本の現岸田政権において防衛省を務める木原氏は、今日の日本が置かれた安全保障環境について、太平洋戦争の敗戦後で最も危機的でかつ困難な事態に遭遇しているとの認識を示し、 GIGO JIGO の創設の意義を強調した。木原防衛省は今回の GIGO JIGO の創設について、参加する日本、イギリス、イタリアの3カ国が有する精神的な軍事技術を集結させる一大プロジェクトであるとコメントし、その取り組みを歴史に残るものと説明した。ここで言う今日の日本が置かれた安全保障環境が、太平洋戦争の敗戦後で最も危機的でかつ困難な事態に遭遇しているという意味は、日本が海を隔てて対峙する中国、北朝鮮、ロシアの3カ国を念頭に置いたものであることは想像に難くない。中国は習近平体制が強化され、台湾有事は有無でもなく、日本の南西諸島、特に尖閣諸島周辺海域における領土的野心を顕在化させている状態であり、すでに額面では日本の3倍を超過する軍事費を投じた軍拡を進めている。北朝鮮はことさら日本を標的としたまでは言えないかのもしれないが、各種の巡航ミサイル、弾道ミサイルの実験や開発を推し進め、それらに搭載するための核弾頭の小型化の実現を目指した核実験を再開する恐れが増大している。ロシアは、すでに、今年2024年の2月末で丸3年目に突入しようかという、ロシア・ウクライナ戦争を、今まさに実施している最中であり、西側の一国として経済制裁に加担する日本に対し、北方領土に関する交渉の凍結を打ち出している。こうした状況を俯瞰してみれば、確かに旧ソ連側の陣営とアメリカ側の陣営とが激しく対立を続けていた冷戦時代よりも、日本が置けかれれた地政学的な安全保障環境はより厳しさを増していると言って間違いではなさそうだ。 GCAP グローバルコンバットエアプログラムについては、一昨年末の2022年12月に日本とイギリスとイタリアの3カ国が共同で推進することが公に公表されたものだが、ここに来てその具体化が進んだと感じられる。今回締結されたのは GIGO JIGO の創設に関する国際条約であるが、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの推進にあたっては別途その参加企業によるジョイントベンチャーの設置も確定している。これまでの報道内容を整理すれば、 GCAP グローバルコンバットエアプログラム推進のための国際機関 GIGO JIGO ジョイントベンチャーの2組織は共にイギリスに中核となる拠点を置くことが確定した形だ。そしてその一方で、国際機関 GIGO JIGO の責任者は日本から排出され、ジョイントベンチャーの責任者はイタリアから排出されることが公表されており、
参加する3カ国にそれぞれに配慮したものと言ってよいだろう。ただし、このことは GCAP グローバルコンバットエアプログラムに参加を行う日本、イギリス、イタリアの3カ国にそれぞれの国の顔と面子を立てるように考慮された実に巧妙な政治的な産物のようにも見えてしまう。もともと日本では今の形式でGCAP グローバルコンバットエアプログラムの推進が決定される前までは、航空自衛隊が運用中の現行の F2 戦闘機の代替機については従来通りにアメリカとの共同開発に落ち着くと見る向きが大勢を占めていた。そう考えるもの、太平洋戦争の敗戦後に日本が自国の防衛機構として置いた警察予備隊、保安隊、そして現行の自衛隊へと進化していった流れの中でも、アメリカを唯一の軍事同盟国としてしてきた我が国においては無理からぬことだったと感じる。主要な防衛装備品、特に高額なイージス護衛艦や戦闘機についてはアメリカ製のものをベースとした体系を組むことは半ば効率的で、ことに近年顕著となった戦闘システム全般の大元をアメリカに依存していることは否定のできない現実だった。そうした中では、海上自衛隊の主戦力として位置づけられている潜水艦については、自国建造を確立していると言えそうではあるが、こちらも戦闘システムはアメリカ軍に準拠しており、完全なオリジナルとは言えない部分も否定はできない。ことに、戦闘機の分野に関しては、現在2024年時点で航空自衛隊が運用中の機種は3種類に大別されるが、F-15J イーグルはアメリカ製のライセンス製産品、F2 戦闘機はアメリカとの共同開発品、最新の F3 ゴライトニングにも組み立てのミニ本でも行うものとなっている。 F2 戦闘機もその代替機をどのように開発するのかという点では、 F3 ゴライトニング2の開発元であるアメリカのロッキード・マーチン社との共同開発が規定路線であると召されていた経緯があり、少し前まではそれを疑う側が少数派だと言えた。しかしF2 戦闘機の後継機が GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される有人戦闘機となる方向へと変更された背景には、ロッキード・マーチン社やアメリカ側がビジネスとしての利点をそこまで感じなかったゆえとも言われている。現行の F2 戦闘機はおよそ90機ほどが航空自衛隊で保有、運用中であるが、同隊では、同機の退役を2035年を目途に設定し、新型機の共同開発をアメリカとの間で進める方向で調整していたと考えられている。しかし、肝心のアメリカ側の F3 ゴライトニング2に続く次期戦闘機の開発は、同国空軍によって NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとして推進されているものの、実戦配備の時期は2040年代が有力視されている。そのため、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機の投入予定時期とは少なからぬ齟齬が生じてしまい、かつ、またアメリカ側は、NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスで生み出される有人戦闘機の輸出を前提としていないという状況でもあった。アメリカ空軍の NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスで生み出される有人戦闘機も、大型の輸送に反して、すでにテスト飛行を終えているとの情報が出されたこともあったが、具体的なエビデンスは今も提示されてはいない。いずれにせよ、航空自衛隊が必要とする F2 戦闘機の代替機は、最大でも、同機を同数で置き換えると試算しても、わずか90機ほどの数量に止まることが予想され、今のアメリカや軍事航空関連企業にとって抑えておきたいほどの規模ではなかったと考えられる。逆に、イギリスは、イタリアやスウェーデンと共に、いわゆる第6世代戦闘機だと、自らが標榜する、テンペスト計画を推進しており、自国が抱えるユーロファイタータイフーンの約140機強を2035年目途に置き換えることを標榜していた。ここに、日本の F2 戦闘機の代替機、イギリスのユーロファイタータイフーンの代替機は、必要と見される実戦配備時期の完全な一致を見たこと、イギリスとしては、資金面で期待のできる日本との連携を望んだものと思われる。
日本の防衛産業の武士、三菱重工業者に次ぐ規模と貢献を果たしている川崎重工業者が、本気で、三菱との防衛事業協力を拡大を目指しているとの情報をキャッチしました。今回は、最新鋭潜水艦を建造する川崎重工について詳しく見ていきます。原子力潜水艦よりも優れているとも感じる太平洋型潜水艦に、トータラなディーゼルエンジンが誕生したのをご存知でしょうか。川崎重工が開発していたもので、遅れて太平洋型4番艦から搭載しています。自国で生産できないと兵器調達が遅れるよね。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は、従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標は、ヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに倣ったと見る向きも多いが、単純に、これまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの、岸田政権が掲げる防衛予算額を、対 GDP 比で 2% とする目標の中には、陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化していると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の 2-3% という現実を甘んじて受け入れ、国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、同約 2.2 千億円の新明和工業社、10位が、
同約 2.1 千億円の火油車と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業者で、同社は陸上自衛隊向けに偵察用のオートバイや回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに対迎型潜水艦や追潜哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業者は、前述した三菱重工業者、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業者の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業者の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から、鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業者としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業者は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは前述した自衛隊向けに対潜哨戒機の固定翼機 P-1、輸送用の固定翼機 C-2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも首位の地位を占めている。この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械ロボットカンパニーであり、ここでは建設機器、産業機器、及び船舶用の油圧機器であるポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造、また各種の生産工場向けに各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業者では、2023年度の第3四半期までの累計においては、パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売り上げを占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の対迎型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たした枠芸は、1隻でおよそ720億円、対潜哨戒機の固定翼機 P-1 は、一機で、およそ150億円と、決して安価ではない。しかし、川崎重工業者の企業としての売上の内訳を見ると、枠芸を含むエネルギーソリューション&マリン事業や P1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、
例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は、45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の2から 3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。2024年1月17日、アメリカの軍事評価機関グローバルファイアーパワーは、世界の軍事力ランキング2024を発表したので、詳しく見ていきましょう。日本の評価は7位だけど、次世代護衛艦の性能や潜水艦2などに注目されていたようだ。お隣の韓国は5位で、そこと対立する北朝鮮は36位であるという。日本の建造能力は、今や世界屈指になっている。やはり、輸出は、今後必須になるかもしれませんね。F3 戦闘機開発加速してほしいものです。世界の軍事力ランキング付けの権威性も高いアメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーが、世界の軍事力ランキング2024を、2024年1月17日に発表した。この格付けは、世界145カ国の人口、兵力、兵器数、国防予算、地政学上から見た位置のほか、戦略などにおけるロジスティックス、経済力、天然資源の入手状況など、核兵器能力を省いた50以上の要素が総合的に評価されたパワーインデックス、軍事力指数のスコアを国別に算出している。それらを踏まえて、総合的な軍事力ランキングとして、2016年から毎年発表されているものであるが、軍事力指数は 0.0000 であることが完璧とされ、要は0に近ければ近いほど軍事力が高いのだ。1月に出された最新版の世界の軍事力ランキングも2016年以降から変わらず、1位アメリカ 0.0699、 2位ロシア 0.0702、 3位中国 0.0706 となっていて、この3カ国のランキングは、不動であるもののポイント差は、僅差となっているのが、わかるだろう。トップに君臨しているアメリカは、金融や資源のカテゴリーで、圧倒的な数字を示しているほか、予算、兵力、技術力などの要素において、他国を大きく引き離しており、この先も、世界第1位の軍事大国であり続けるでしょうね。続いて、第2位のロシアは、2022年2月に始まったウクライナ侵略戦争によって、戦車や装甲車などの大量損耗があり、世界第2位の座を中国に譲るのではないかと噂されていたが、2024年版では、どうにか踏みとどまっているのは、さすが軍事大国という声が上がっていた。しかし、現在も続くウクライナ侵略戦争では、西側の軍事専門家の予想を裏切って、ランキングでは、はるか下にいたウクライナ軍の前線と協力国の策略によって長期化してしまい、これまでに戦車をはじめとする大量の装備や兵員を失っているのも事実である。この戦争が長引けば長引くほど損失は増大することが予測されているほか、西側からの経済制裁が継続して行われることにより、かなり落ち込んだ軍事予算がさらに不足するとも言われていて、数年後にはロシアが順位を落として、ランキングが大きく動いても全く不思議ではない。ロシアに続く第3位の中国は、
利用可能なマンパワーと海軍艦隊の強さの分野で1位であることから、総合で3位の座を守り続けていて、ここ最近は経済が揺れ動いていると言っても、十分な力を持っており、中国における軍事費は、2020年の時点で約27兆円と、アメリカに次ぐ規模である。中国の国防費は、ここ30年で42倍にも増幅しており、急速に軍事力を高めようとしていることは明らかで、これまでの量に頼る方針を、質の向上に変更したらしく、軍事における最新技術の開発を進めているようだ。それらに加えて、7億人以上もの潜在的軍事力を持っているため、近い将来ロシアを抜いて第2位にのし上がるのも時間の問題だろう。この三大軍事大国から、下位の国々との間は、ポイントで、ものすごく差が開いているけど、この最新版の軍事力ランキングにおいて、周辺国と比較して、兵力では、大きく劣る日本の自衛隊が、0.1601 ポイントで世界第7位と評価されている。その格付け理由として、海自護衛艦などの海洋戦力が周辺国と比べて優位性が高いことや、航空母艦への改修が進められている、出雲型護衛艦や、最新鋭 FFM の木上型護衛艦などに搭載されている高度な軍事技術などが評価されたようだ。また、世界的に注目されているのが、三大軍事大国に次ぐ4位の国であり、ここ数年は、インドが、この順位の常連となっていて、2024年においても、0.1023 ポイントで第4位となっていた。2023年4月に発表された、インドの人口は14億2860万人に達しており、中国の人口14億2570万人を290万人も上回るとされ、一人っ子政策の影響を受けて出生率が低下していることなどから、これまで人口ランキング世界第1位であった中国を抜いて、インド人が世界最多の人口となった。このことを理由に、利用可能な兵力人口、現役兵力、準軍事兵力において、国の人口の 47% のマンパワーが利用可能とされていることから、中国に次ぐ2位となり、軍事予算や技術力が不足している点は、安価な労働力で補う形となって、軍事力ランキング第4位の座を守っている。さらに、近年は、海外からの戦闘機購入を増やしたり、国産空母の建造にも取り組んだりして、最新の軍備を整えながら戦略強化もしており、インドが、数年後には、ロシアを抜いて中国に次ぐ第3位の座を奪い取る日も近いだろう。また、お隣の韓国は、2023年のランキングで第5位だったイギリスを抜いて、インドに次ぐ第5位となり、近年における軍の近代化が評価されたのでしょうね。現在、韓国と休戦中の北朝鮮は、装備の古さや経済力の評価が低いことなどから、0.5313 ポイントで第36位と落ちていて、2019年には第18位まで来ていたが、年々評価を下げていき、軍事ランキング上の韓国との格差がより大きくなった。しかしながら、この軍事ランキングの要素に核兵器が入っていないため、北朝鮮が核兵器を保有していると見さされている以上、この格付けのみで、韓国が北朝鮮に優位な立場にあると言い切れるものではない。当然、ランキング第2位のロシア、第3位の中国、そして北朝鮮に囲まれている西側陣営の韓国と日本は、マンパワーで勝る中、世に対抗するためにも、軍事技術において、常に先進的である必要がある。しかし、近年では、中国人民解放軍の近代化は、アメリカと肩を並べるほどに成長しており、例えば、アメリカが苦労して実用化を成し遂げた、最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級高原子力航空母艦に搭載した電磁カタパルトを、自国技術で開発に成功させた。それを現在偽装中である国産の003型通常動力航空母艦、福建に搭載しているほか、極超音速滑空弾の開発と実用化においてはアメリカを追い越し、日本も以前のように軍事関連技術で中国を上回っていた時代は過ぎ去っている。
2023年の国内総生産 GDP において、日本は、米ドル換算でドイツに抜かれ、これまでアメリカ、中国に次いで、第3位の座を守っていたものが、1994年に、GDP の統計が主要指標となって以来、初めて第4位へと転落した。中国を起点に発症したコロナ禍による経済停滞や円安ドル高の為替の動きが影響したとは言っても、日本の経済発展が顕著に右肩下がりを示していることは間違いなく、今後の軍事ランキングにおいても、日本がさらに順位を下げるのも時間の問題だろう。日本経済の低迷は当然のことながら、防衛予算にも影響を及ぼすことは明確であり、その目処をこれまでの GDP の 1% から 2% に引き上げたところで、肝心の GDP が大きく落ち込んでしまっている以上、あまり意味をなさないとする声も上がっている。結局のところ、軍事ランキングが下位に落ち込んだとしても、これはあくまで数値上の指標であって、軍の強さを表すものではないが、顕著な下落は、中国やロシアに対する抑止力の低下につながる可能性は十分にあるため、日本は、軍事技術の向上を図るとともに、落ち込んでいる経済成長を、以前のように右肩上がりに戻す必要があることも否めない。特に、中国の民事的戦略で、日本の土地がどんどん買われていて、いつの間にか占領されていた国とならければいいのだが、平和ボケしている国民の皆さんは、どのように考えているのでしょうか。